夢を追うこと夢を作ること羽生結弦が示す無限の可能性フィギュアスケートの世界でひときわ輝きを放つ羽生結弦さんは27歳にしてその名声と実力を不動のものにしてきました彼のファンである中国のコラムニストが羽生結弦夢を追う人夢を作る人という文章を中国のポータルサイト100度に掲載しその内容が大きな話題を呼びましたこの記事は、 羽生さんが9歳の頃から現在に至るまでの彼の成長と変化を描きつつ、彼のフィギュアスケートに対する情熱と努力を称賛しています。羽生さんは今年2月の北京五輪後、インタビューで、9歳の頃の自分に繰り返し言及しました。その時の自分を、ひたむきで勇敢でわがままで負けず嫌い、と表現し、その特性が今も変わらないことを強調しました。彼は9歳の時も27歳になってからも、 一人で夢を追いかけ続けてきましたその姿勢は彼がどれだけの努力と決意を持って競技に取り組んできたかを物語っています五輪から9ヶ月が経ち競技場からは離れたもののリンクを離れることはなかった彼は夢を追う人から夢を作る人へと変わりました今年11月4日に初公演を迎えた単独アイスショープロローグは彼のフィギュア人生の第二幕の幕開けとして非常にふさわしいものでした このアイスショーは羽生さん自身がプロデュースし多くのファンの期待を超える素晴らしいパフォーマンスを披露しました羽生さんはただのアイスショーではなく究極的にロマンチックな現実世界の夢をファンに届けましたプロローグではライトを全開にしての6分間練習競技と同じアナウンスほぼ試合通りのジャンプ構成などまるで試合そのもののようなアイスショーを展開しました このショーで羽生さんのビールマンスピンを3度も見ることができたのはファンにとってまさに夢のような体験でした彼があの時の衣装を着て滑り出した瞬間すべてが変わったようで何も変わっていないという感動が広がりましたそれは最初から今に至るまで延々と続く感動であり彼のパフォーマンスには一貫して魂が込められています羽生さんは新プログラムいつか終わる夢を自ら振り付けしその中で魂を込めて舞うと 氷にも魂が宿ると述べています彼の言葉の通り羽生さんの滑りは技術と芸術が見事に組み合わさった表現の形であり従来のフィギュアスケートとは一線を画していますアイスショーの最後に誰もが涙した VTR には彼が子どもの頃から夢を追いかけ転んで傷ついても立ち上がり常に前に進み続けた姿が映し出されています必死に夢を追いいかけていたその少年は 今や無数ののの人々のために夢を作るフィギュアスケートの神となりましたしかし、夢を追いかける時も、夢を作る時も、彼の本質は変わりません。羽生さんは、たとえ報われない努力だったとしても、僕の歩んできた道のりが無駄だったとしても、僕なんかのスケートを見てくださって、幸せを感じてくださったのなら、これ以上ないくらい報われていますす僕は幸せですと語っています。 そののの姿勢は、ファンに対すす。る深い感感謝の念と、彼自身の誇りを感じさせます私たちが彼の幸せだという言葉を聞くとき、彼を見守ることができる幸運に恵まれた私たち自身ももっと幸せなのではないかと感じます羽生結弦さんの物語はただのフィギュアスケーターの成功タではありませんそれは一人の人間が夢を追い続けその過程で多くの人々に感動と希望を与える物語です 彼の成し遂げた偉業は単なる結果ではなくその背後にある絶え間ない努力と情熱の証です。羽生さんの姿勢から学べることは多くあります。彼のように自分の夢を追いかけ続けることは簡単なことではありません。しかし彼はその過程で得た経験と学びを通じてさらなる高みを目指し続けています。彼のストーリーは私たちにとっても大きな励みとなり、 自自分自身の夢をを追い求める勇気を与えてくれます羽生さんが今後どのような夢を作りどのように進化していくのかは誰にも分かりませんしかし彼が私たちに示してくれたように夢を追い続けること自体が大きな価値を持つのです彼の歩んできた道は多くの人々にとってのインスピレーションでありその影響は今後も続いていくことでしょう彼のように私たちも自分自身の夢を持ち それを追い続けることが大切ですどんな困難があっても夢を諦めずに追い求めることで新たな道が開けることを羽生さんは教えてくれます彼の物語は終わることなくこれからも多くの人々に希望と感動を与え続けることでしょう羽生譲さんは夢を追い続けることで夢を作り出すことの象徴です彼の努力と情熱は私たちにとっての大きな励みであり その姿勢は今後も私たちに勇気を与えてくれることでしょう彼の物語を通じて私たちも自分自身の夢を追い求めその過程で成長し続けることの大切さを再認識することができます羽生譲さんの物語はただの成功談ではありませんそれは失敗や挫折をも乗り越え前進し続ける力を象徴しています彼が9歳の頃から抱いていた夢は 多くの困難や挑戦を経て形作られてきました北京五輪での彼のインタビューではその9歳の自分に対する言及が特に印象的でしたそれは彼の純粋な夢多い人としての姿勢を象徴しておりその姿勢は27歳になった今でも変わっていませんアイスショープロローグでの彼の演技はまさにその夢を具体化したものでしたこのショーは羽生さん自身のプロデュースによるものであり 彼のクリエイティブなビジョンが存分に発揮されたものでした。ライトを全開にした6分間の練習や、試合と同じアナウンス、試合通りのジャンプ構成など、観客を驚かせる要素が満載でした。特に、彼のビールマンスピンを3度も見ることができたのは、多くのファンにとって夢のような瞬間でした。プロローグは単なるアイスショーではなく、究極のロマンチストである羽生さんがファンのために作り上げた、 究極的にロマンチックな現実世界の夢でしたその夢は観客一人一人に深い感動を与えましたハニューさんがあの時の衣装を着てリンクに立った瞬間すべてが変わったようで何も変わっていないという感覚が広がり彼の演技は一貫して観客に感動をもたらしましたハニューさんが自ら振り付けを担当した新プログラムいつか終わる夢は彼のフィギュアスケートに対する深い愛と情熱を表現しています 彼が語る、魂を込めて舞うと、氷にも魂が宿るという言葉は、彼の演技が技術だけでなく、芸術的な表現としても卓越していることを示しています。彼の滑りは、単なるスポーツの枠を超えて、見る者に深い感動を与えるものです。彼のアイスショーの最後に流れた VTR には、子供の頃から夢を追い続け、何度も転んで傷ついても立ち上がる姿が描かれていました。それは、 彼の成長とともに歩んできたファンにとっても非常に感動的な瞬間でした彼の物語は夢を追い続けることの大切さとそれがどれほど多くの人々に希望を与えるかを教えてくれます羽生さんはただのフィギュアスケート選手ではなく夢を作る存在となりました彼の努力と情熱は多くの人々にとってのインスピレーションでありその影響は今後も続いていくでしょう 彼が語る、たとえ報われない努力だったとしても僕の歩んできた道のりが無駄だったとしても僕なんかのスケートを見てくださって幸せを感じてくださったのならこれ以上ないくらい報われています僕は幸せですという言葉は彼の深い感謝と誇りを表しています私たちは彼のような人を見守ることができる幸運に恵まれています 彼のの幸幸せせをを目にすするるるここととででで私たち自身も幸せを感じることができるのです羽生結弦さんの物語はただのスポーツ選手の成功の物語ではなく一人の人間が夢を追い続けその過程で多くの人々に感動と希望を与える物語です羽生さんの姿勢から学ぶことは多く自分の夢を追い求めることの重要性を再認識させてくれますどんな困難があっても 夢をを諦めずに追い続けけるるここととで、新たな道が開けることを彼は教えてくれます。彼の物語は今後も多くの人々に希望と感動を与え続けることでしょうフィギュアスケートの神となった羽生結弦さんしかしその神踊り自身存在感の裏には夢を追いかける一人の少年の姿が隠れています彼の純粋な夢追い人としての姿勢は今も変わることなく続いています 彼の歩んできた道は多くの人々にとってのインスピレーションでありその影響は今後も続いていくことでしょう。